では本番行きます。どうぞ。たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く。キャシャーンがやらねば。 シャーンがやらねば誰がやる。前も言ったけど、もう見た目がすごい重要視されてるプロジェクトだからさ、そこがさ一つでも欠けていくともうアウトなんだよこれ。何回も言うけど、なんかさ穏便に穏便にってやんなくていいの。問題があったら言う、何事や言う、俺についていいから、後でどうせ知るんだからさ。 ハリウッドだけがヒーロー作品ではないんですと、日本にもあったじゃないですかとこういう意味で説得された時にね、でキャシャンやりたいと。キャシャンっていうのは人間が描ける部分というのは要素がいっぱいあるわけですね。あ、なるほどな、まあこの人に任せばいいだろうと。<笑>それからね、あんまりね、いちゃもんつけなかったですね。<笑>あ、この人ならいいんだと。<笑> キャシャンを実写にするんだなと思いましたね。僕は子供の頃も見てたからね、必死になってね。格闘シーンとかね、男の子とは結構人気あったでしょ、あのキャラがね。何の役でもいいんでやってみたいなとは思いましたけどね。子供の頃も食らいつくように見せたからね。かっこよくありたいんですね、アンドロ軍団も。 かっこいいねこれもね、キャシャンね。大人っぽいね、大人向けだね。そうですね。まあ漫画で僕らが見てたのとは若干違うけども、だいたい僕の役自体がね、キャラがちょっと違うし、ただまあ今の時代にこれをやるのも面白いなと思いましたね。やる意味がちゃんとあるかなと。ただ単純にこう アニメの実写版っていうんじゃなくて、その中身にちゃんとその問題定義があってね、やる意味がある。あ、ちゃんと作ってるなっていう、大人がちゃんと作ってるなっていう。ちゃんとイメージがあるんだね。アニメの人だから全部描かないとやっぱ作れないじゃないですか、アニメが。だからね、素晴らしいです。全部そのイメージがあるんだね、自分の中でね。キャシャーンな感じだねやっぱね。 戦い方がね、オリジナルよりちょっとむごい感じにしてるんですよ。でも俺らはなんもこういうのを打ち合わせする必要ないですからね。まあでもキャシャーンは好きだからなんとかなるでしょ。好きこそなんとかっていうのがあるからね。そう言っていただけると全てが。おお。
かっこいいですよね。かっこいいっすよ。あれつけた方じゃない目が充血してるんだけど。恐怖恐怖。もういいんじゃないね。ところでこれどうやって撮るの。これはもうつまむだけだ。つまむんだよ。目玉はつまむんですけど。ちょっと。もういいや、本番までつけてるから、ね。でも今最後の脚本の詰めをやってるんですけども、昨日決定稿、キリア決定稿っていうのを出したんだけども、昨日家に帰って寝る前にもう一つアイデア浮かんじゃって、それでまた書き直そうかなと思ってるんだけど、これね、逆に撮影が始まるまでやるだろうし、撮影始まってほしいなって感じで、ただもう設定はねほとんど決まってるんですけれども、だからそれがまあ、この手の映画っていうのは早いうちにね、設定から全て決めとかないと人が動けないんで、あんまりえぐくない方がいいですよね、キャシャーはね、うん、でもちょっと美形にですよね、見えればいいな、ね、伊勢谷君自体美形だから、そう、それを、うん、伊勢谷君これはこっちがすごいからあんまりやりすぎない方が逆にかっこいいんじゃないですか、うん、かっこいい、ね、多分あとなんか重大なことありますか。重大なこと。これだけやって。これだけは。これだけは、はとにかく女性は美しく、男はかっこよく。かっこよくですよね。うん、もう曖昧なものはなし。正直僕はアニメを知りませんでしたと。で台本をいただいたときに、僕の役のバラシンという役を読ませていただいたときに、僕のそのキャシャーンでこうやりたいという気持ちと、そのキャラクターがぴったりでもないですけどほとんどあったんですよ。あ、こういうことがやりたかったから、なんかちょうど気持ちとリンクしたっていうか、ちょうどその時の気持ちと台本がリンクしたっていうのがすごく大きかったです。まあ、今回の話とかもほんと入り組んじゃってるから、ちょっとなんか変えちゃうと後が全部変わっちゃうっていうね、そのなんかパズルみたいなお話なんで難しいですよね。いつも言ってるのがアニメと実写の中間みたいなことをやってるんで、そのアニメの緻密さとその現場のアクシデント的なことっていうのをこうね、うまく取り入れられたらいいなっていうのはすごい思ってるんですけれども、今の感じだとちょっと両方の悪いところだけ撮ってたりみたいな感じになっちゃってるから、アニメの大変なところと現場の大変なところみたいなね、それはもうちょっとね、楽に現場でできるようになればいいなっていうのは思いますけどね。でどうやったら自分たちが思い描いてるものを作れるのかっていうことをね、徹底的に合理的に考えていくっていうための話であって、まあそれがね、結果的にデジタルになっちゃってる、もしかしたら分かんない、なんか紙芝居でも同じ目的が達成されるかもしれないわけですよね、やりたいことっていうのは。だからそのやりたいことは何なのかっていうことを非常にこうみんなに言って見失わないようにっていう風な感じです。だからそれ以上の CG がどうしたこうしたっていうのはもうお金の話になっちゃうから、どれだけお金がかけられるんだっていうことと、どれだけコンピューターのスピードが速いのかとかね、 CPU のスピードになっちゃうわけですよ。でそういう話じゃつまんないじゃないですか。だから本当にもうよく言ってる遠大なるインディーズ映画を作ってるような、なんか学生気分な感じでみんなこれに臨んでますよね。だからやっぱり本当にもうどっかでね、もうここまで来ちゃうと信じてやるしかないっていうところにやっぱり行き着くわけですよね。いつもプロジェクトが進むと、まあ、試行錯誤もあるんですけれどもね、ある一定のところからもう誰が正しいってことないわけで、結局信じてそれをやるしかないっていうなんですね。だからこの1年半ぐらいかけて脚本書いてきて、もう突き詰めるところまで突き詰めちゃったんで、それをこう今解体し始めてる。だからそのこの一連が一つであって、それが二つあってみたいな、なんかさ、またこういうラインとかもさ、横の早いデザインが僕は好きなんだけどね。こういう感じとかさ、なんか複合的になってるって感じだったりとかさ、なんかいろんなものがこう重なって一つになっていくっていう感じ。
どういうふうにしてるの、例えばこれは全く別パーツだろうし、ここはつけるだろうし、でつけるんで、うん、俺はここでガチャって締めるぐらいの感じだったの、ここで何かを、うん、機能美っていうことのデザインが必要だと思うんで、だからローテクになってもいいと思うんですよ。いや、ここもカットするんで、こうだから女性が恋をできるようにして恋をできるように、うん、だから例えばさ、いやでもさ、でもよって聞いて聞いて聞いて、だってさ、例えばさ、例えばアメリカのスワットとかのユニフォーム着てる人だってさ、旦那がそれ着ててさ、声できると思うんですよ。別に宇宙スーツでも何でもいいじゃん、着てたら声ができると思うんだよね。それそれちょっと東緑がこう 真横に寝るんじゃなくて、まあ、あの枕であれなんでしょうか、ちょっと斜めって体を起こして、うん、もう座る順に、そうですね、ちょっと、うん、そういうふうにこのとこまでこう布とかで、うん、いけるのと、あとお顔をまさにあのスワニーのお顔に、はい、してください。実写で撮影する部分を成立させなきゃいけないということが、まあ、一番苦労したところであり一番大変だったところですね。やっぱり予算の割には場所の数が多い、どれもどっか例えばどっかに行って撮影しようということができないので作んなきゃいけないわけですよね。で CG だとか、マットだとかいろんな手段で作れるんですけど、いざやっぱり人が立つ部分、人が触る部分は作んなきゃいけないので、まあ、当初それだけの量を割り出していっても相当量ありまして、これはとてもハマりきんないぞと、まあ、その辺その折衝ですよね、監督 CG 班プロデュースサイド含めた折衝がまあ一番最初大変でしたね。まずそれが固まらないことにはこの作品撮影できないんですよね。林田さん、はい、これ最終的に例えば屋根が全部なくなっちゃうっていうのにもありではあるんですか？ありはありです、全然、はい。でもうわーってやるぐらいじゃないといらないんですね、これ。うわーって声出しててくれ、はい、うわーって鉄をぶち切るんですから、はい、バン、はい、OK、ごめん、それの一回、あってやって溜めてこういってるのを一緒に、うん、パワーをパワーをグンと。これはこれでかっこいいね。来てる来てる、その分かってて踏んで飛びつつ捨てる。まっすぐこっちに飛んでくるみたいなことで、うん、なんかこういうのでもいいし、なんかポージングでこういうなんか一、はい、つ、はい、一つ。すごいね、佐野さんね。かっこいい、かっこいい。はい、待て。よっ。あれがね、はい、これからあとは。唐沢さんって、セリフが変わるっていうことになったら、直前でも大丈夫な方ですか？それとも。その現場でとかでなっちゃったらどうなりますか？現場でいきなり変わっちゃうとかそういうのはどうですか？できる、よっぽど長セリフとかになっちゃう。もちろんそれはないですけども、まあ今回ね、案外その稽古っていうかそれがないじゃないですか、うんうん、だからちょっと僕はやりながらね、やりながらちょっと感触を見て。大丈夫ですか？うん、激しい動きがあるんじゃないですか？いや、生徒等なので何もしないときは何もしないですけど、動くときは結構アグレッシブに動くと思うんです。どんな感じの動きなんですかね？まあ、イントレから飛ぶとか、何かに壁にぶち当たるリアクションっていうのは多分出てくると思うので、そういうのはありにはありですね、はい、こういうショットがすごい多いんだわ、はい、だからとにかく寄ったときにもうディテールの例えばこういう結び目とかさ、うん、細かいところがさもう出ちゃってあれみたいなことになるのがすごい怖い、うん、この基本的にはここら辺のような感じにしておこうと。うん、大丈夫です。このディテールは僕はすごい好きです。
った時に蝶結びになってたりして。リボンついてる。はい。この子、まあ、これからすごいよ。はい、頭いいね。フレンダーっていうロボ犬がいるんですけども、はい、ロボ犬になる前は非常になんか違う犬だったんですけど、今日はかなりいい子ちゃんでいてくれてるわけですよ、はい、あの今はとってもいい子ちゃんで、この2頭、この2頭ということで訓練をさせていただいて、あのこれをお使いになっていただく前に監督にもう一度ご覧になっていただきまして、はい、まお決めいただきたい、はい、もうだいぶ入れましたけど、あの業務用のやつです、お姉さんが使ってる、そうです、ね、パンツのラインが見えなくなるぐらい熱い感じで、そう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 ね、そういうことです、やべ、これで落とす感じになってくるな、そうだね、これね、それで地獄の黙示録みたいに上がってきてよ、おい、こい、おい、おい、やったあ、でもそんな悪くないじゃん、色つけるのは何て言うんですか、食紅、食紅とかさ、今ある分量で足します、何よ、それ何の、まあ、あんの色、ちょっとあれそれちょっと急いでやるよ、この見え方がどうなるのかって見えてみたい、あ、いいっすよ、お湯いっぱい、お湯、ここからさ、はい、ここから頭出して出てきてよ、いいっすよ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、来い、これも実際もう2回洗ってるの、ここに確か洗濯機あるんだよね、あります、そこで全部やる、次の着るものの点数って決められてるんじゃない、そうすると新いくつからいつはこのバージョンっていうのをこの中に全部入れとくの、このカードの中に、テレビを持ってないんですよ、でキャシャンって要するにそのなんとかプロでなんか、あのアニメーションのテレビをしてたとこなんでしょ、でみんなそっから話をするんだけど、いやちんぷんかんぷんで、でまた交互体でしょ、シナリオが、それで私友達のシナリオライターに普通の言葉に直させたんだもん、それで分かりやすく読んで、それさらに分かりやすくして読みましたね、読んでも読んでも分かりませんでした、センターにね今ねブライキングのね王になる姿をディスプレイするどうじゃ感じでしょ、よ北村です、はい、こちらこそ、うん、まあ順調です、なわけないっすねとにかく一箇所に集めたっていう、監督も編集マンも合成マンも CG スタッフも美術さん含め完全に一緒にもう物事を作っていこうっていう、そのあの部屋自体のシステム、キリアさん自身がああいう風に現場ですぐ近くにいてこう即オーダーできるみたいな、ああいう環境が望ましかったんだとは思いますよね、僕はまず最初にもともとキリアさんとお仕事をすることが好き でそれからあの友達にならさせてもらって、それでキリアさんが映画を撮るっていうのはなんとなくキリアさんから聞いてて、キャシャンをやるってことの方が僕はもうそのアイデアの方に持ってかれました、逆に絶対キリアさんの作品とかも前々からしてたし、あのビジュアルに対するこだわりとかそういうことを含めて、そこでキャシャンという題材っていうのはすごいキリアさんにとってすごい面白いものになるっていうのはすぐ感じたんで、うん、なんか僕にもできることはあるんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、やってみたら蓋を開けてみたらそんな簡単じゃないっていう、そうすると受けるでしょ、これはギュッと待ったらこの角度、ピークのままだと絶対感じ受けない、はい、1、2、3
新陳代謝が良すぎるんですよ。多分それか運動不足。まばたき。もう行く移動する瞬間。もうダメ。全然強くない。あかんって。もう一回。まばたきしない。してる。うん、してる。だって俺その髪の毛をなびかすために俺は風を送るからね。バーって。そこをハイスピードでザーッと取るってことはまばたきダメ。ハイスピードでスローモーションってことね。だから全部映ってるからね、これごまかせないからね、これ言ってるけど、この演技に関しては後の方法は全部ごまかすけど、で顔はごまかせません。はい、はい、いいよ。はい、そういうこと、そういうこと。そうですね、もともとサグレって多分男だったんですよ。で女にしてもらったんですけど、ものすごく強い役だって言われたんで、どちらかといったらこうそんな普段強くないんで、うん、なんか、うん、できるかなって少し不安になる部分もあったんですけど、立野先生の諸狩さんに教えていただき、うん、いろんなアクションがあるんだなって、違う世界の刀を持ったりとかするんで、すごい面白く、うん、楽しくやらせてもらっていますね。特にサグレーとキャシャーンの最初の戦いのシーンあるじゃないですか。コテンパンにしなきゃいけないんですよ、やつのこと。それでもう本当に一部の狂いもなしに、あ、この子すごいんだっていうふうに、でこれもう体が覚えるしかないと思うよね、これ。立ってる方向の右、ちょい右、はい、よーい、はい、タボン、これ今あの蛍光灯をなんかするという、うん、ここに一つの成果を発表したい、させていただきたい、バスンって言った時にプロジェクターがバーって出てきて、プロジェクターなんだけど昔のフィルムの上映をしてる時のフィルムっていう、そう、それが欲しい。プロジェクターで当ててこっち真っ黒に落ちてたりとかして、もう本当に照明っていう考え方で、もしかしたらね、例えば自分の家族のことを思ってるかもしれないから、家族の映像がここに映ってたりとかね、うん、スイッチ入れてバツってついた時になんかもういきなり前景がバーンって見えるのがいいのかもしれない、うん、それでね、まあ、その撮影現場になってるのはちょっと分かんないと思うんですけれども、こう引きの絵になるでしょ、引きの絵になって今までの後ろが全部消えて、まあ、ちょっとこの表現出すためにはどっちにしろ、ね、向かなくて、マスクで切るしか動かないから動いてるかどうか、これはもう動かないでフィックスでパスッと力怖い。監督の作品は宇多田ヒカルさんのプロモーションビデオを見て、すごい好きだったもんですから、その監督の初映画作品ということで、それに参加できるっていうことはもうとても光栄でした。実は僕キャシャンっていう、あら、アニメですか、全く見てなかったもんですから、どうなるんだろうとちょっと予測つかなかったんですけれども、台本をいただいて硬質な感じがしたんですね、世界観が僕の好きな絵になるんじゃないかっていう、その中に自分が登場できるんじゃないかっていう、そういう期待がありましたね。子供の時とこういう風に抱いてる時の子供の、かっこいいね。でしょ。綺麗。うるさい現場。現場ってあなたがうるさい。そうよ。あなたがうるさい。翻訳。翻訳ですね。もうだから今回翻訳するのに時間がかかったの。監督に言いたいよ。翻訳。翻訳しまくったもの。
さ、北村さん、俺のシナリオ理解してないとかって言うのよ。君のシナリオは絶対理解してない。でそれはあの説明することもないんですよね。私の中のシナリオなんですよ。途中で心臓人間がこう逃げるときにボロをこう身にまとうっていう設定があるんだけど、だからそれそういうのを着せて城まで連れていくっていうのは、うわ、そうがいいと思う、うん、でこれ綺麗すぎると思う、になっちゃうから、うんうん、ちょっと一瞬こう時間で空間がグーって変わっちゃうっていうのをちょっと一瞬やろうかなと思ってるんですよ。ライティングがファーッと変わって、うんうん、その時にこう違う衣装になってね、うん、どこで使いたいって考えるから、うん、だから、うん、あのさ、お城の中で使いたいんでしょ。お城の中から出してくるときにそれに包まれてきてくれたらいいな。でもその時はずっとこれになってるわけじゃない。いや違うね、そこがねちょっと変な話だけど、まあ、微妙でここがなんか、だったらこれがあって、っていうかさ、それが来たときこれのアンダだったら同じ感じだからこれにしたらどうなの。わかんないけどマリアみたいな存在の何かの存在を感じるのね、うん、足先とかに、うん、それロングでわーっとなると違った意味でコレクションみたいになっちゃうから、うん、例えば私がこういうふうにやってみたいんだけどいいっつったらいいよ、その代わりずれなきゃ、ずれたら彼は必ず行ってほしいってこと言うのね、ずれない限りは何やってもいいっていう考え方が、私はそれをやっぱ若いんだけどリスペクトしてますよね。性格じゃなくて、性格はひどいとこいっぱいあるよ。こういうベッドが、これは鳥なんですよ。あー、そうかそうか、これがね、大きな羽になってなってるんですが、あー、ほんとだ、鶴？白鳥。私はキャシャンというのは本当に知らなかったので、一度もアニメを見たことがなかったので、馴染みのない作品だなと思って、どうしようかなと、台本も最初の頃はかなり、なんだろう、セリフもなんかこうセリフらしくなくてすごく迷ったんですけど、キリア監督にお会いしてすっごく爽やか で情熱的で、なんか、この人とやったら絶対面白い作品になるなともう感じたので、もうお会いして、一緒にやらせてくださいって、はい、はい、いきます。アニメが大だっていうようなこと聞いたもんだからね、とても僕なんかの手に負えるもんではないと思ったんだけど、読んでるうちに非常に人間が意外や意外だね、実によく書けているし、でこの本が映画になりますかって言ったらね、大滝さんね、今 CG の技術はねもうあなたの想像をつかないほど進歩してると、それから編集技術ね、合成技術ね、それからその CG のそのものすごさってのはね、とてもあなたの想像をつかない、よしやってみようと思ってね、これらにこういう形としてリアリティがあるんだけど、その中でもって人間がどうリアリティを持ってハマるかということなんだ。なんかね、いつもの大滝さんとはちょっと違うよっていう感じに見えたらしい。それは見えなきゃいけないんですよ、うん、かといってこうなんかヤクザみたいなこんな顔してるんじゃなくて、じゃなくて、ね、なくて、そこでなんかっていうところの、うん、変な顔するんじゃなくてね、作るんじゃなくてね、作るんじゃなくて、脳の構造が一つ次元違うところが、そうです、そうです、そうです、育ってきた人間ということでしょ。そうです、そうです、そうです、もうそれできる、いやいや、もうできない、やめよう、じゃない、やっぱモダンでありたいのよ、この、全てのストーリー自体です。で全て、出てくる人たちが非常にこうモダンなヘアスタイル、モダンって言ったらおかしいな、今の僕たちの時代の中でもモダンっていうところのヘアスタイルで、ちょっとずつやっぱ違うんですね、その当時のものとは。だからその当時ってその当時じゃないし、そうなんですよね、そう、今ので流行の最先端と関係ないその頭の中でのモダンですよね。そうそうそう、最初はね、まあ唐沢俊明さんと普通に飲んだり食事をしてた時に、俺今度ブライキングボスをやるんだとで何言ってんだこの人はって僕最初笑ってたんだけれども、なんだかすごい楽しそうにね話していて、へえ面白いかもなと思ってたんですけど、そしたら
僕のところにも出演の依頼があって、まあ、こういうのもね本当に、こう必然性というかデスティニーだからね。すごい、どんどんクオリティがもっとすごいことに。ねえ、いらないね。じゃあこれで一通り。お疲れ様。イメージで白いスーツって書いてあったじゃん。あのそうすると最初はそういうスーツじゃなかったから、うん、ほら普通のティーパーティーかなんかやってる団らんの時だったからそういう風にしてたんだけど、ストーリーがショートになってそうなるかみんな切り替えたの、うん、それで彼にこれはこういう風になったんだからこの時からいきなりこの軍服にしたらどうだろうかっつって言ってて、それはそうですねって答えてくれてるからそのまま私言ってるのよ。それはだって監督の代理だと思ってるじゃない。ここね、軍服削っちゃっていいよ。ここからシンプルに本当に、うん、そうすると話分かるでしょ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ごめんね。そうすると、うん、ここでこうなってることはルナは考えなきゃいけない。もうこれでやってるから、私もったいないから、うん、これを彼にやった何秒間のモンタージュにこれ差し替えたのよ、うん、でも俺ルナ、これルナだと思うもんでしょ、うん、だけど基本的に精神は同じだと思ってるからみんな同じなんだよ、うん、衣装は、うんうん、男3人がさ、うん、白いスーツ着てるっていうのはすごいなと思ってたのよ、うん、あのチャリオッツオフファイヤーみたいなさ、うん、でもこれは彼らでそれでもう作ってるのを中止したから、うん、その段階で。なるほどね。うん、じゃあさ、じゃあ軍服で行こう。それじゃそれ自分で、うん、本当にいい。うん、だから黒だったら黒で行った方がいいと思う。うんでしょ、うん、だから全部考え方を変えなきゃいけない。それって相当前に切り替えてるよ。もうそう、うん、知らされてない。でだから俺は別にいいのよ。ただあのダメよ、ここでもうこういう風に変わってるとこういうところで私たちこう彼にそういう風に質問して、うん、この二人がミーティングされてないと、うん、監督の話だと思っちゃうもん、うんでしょ。まあそうですね、はい、うん、トーマレオです、5歳です。じゃあセリフ覚えた。はい、よし、こっちから行こうか。俺に言ってくれ。俺が悲しんでると思ってね、俺を慰めるように言ってくれ。はい、よい、アシ。大丈夫、僕が一緒にいるよ。オッケー、アシ。大丈夫、僕が一緒にいるよ。オッケー、アシ。大丈夫、僕が一緒にいるよ。ありがとう。なんかさ、最後のこっちね、ここら辺のさ、ここら辺の内面でこういうルックスだったらいいんだけどね。ちょっと、あのマイク。ありがとうございます。素人みたいなリアクションしてしまった。カメラマンなのにフラッシュで驚いてしまったよ俺今。息大丈夫？今のところ。今のところ大丈夫。多分アクションの時順取りで撮ってると思うんだ。だからあのじゃあこのより撮るから着替えてって名前入れたくないんだよ。うん、こういうことだね、右肩してる。女の子が声できるようにしてる。面白いですよ。なんかさ、この走ってる時に風がふわふわってパーってなったら、これはキープしますよ。かっこいいなと思ったの、この間稽古しててさ。これはキープしてて、ちょっとリバーシブルにします。はーい。じゃあそこいいね。はい、どうぞ。私、キャシャーンとか全然知らなかったので、
どんな話なんだろうと思って、で脚本読んで、あすごくメッセージが、なんていうんだろう、いいなと思って、そう、そこにカメラがいるわけだから、顔をここのところに。カッコつけていいんだよって、ヒーローなんだからっていうか、そのカッコつけてるのが本当にカッコよく見えるような役者さんって今現代いないっていうふうにおっしゃってて、だからお前がやれって言って、実際それがもともと体に染み込んでないもんですから、それが結構どう映るのかなっていう不安はありますけど。そうですね、もろに僕は原作のアニメの世代の人間なんで、最初「キャシャーン」を映画化っていう、でそうすごい大変なことだろうなっていう、実際本当にできるのかなっていう疑問すら持ってたんですけど、ただ自分がキャシャーンではないっていうのはすぐに分かりましたけど、何の役なんだろうっていうのはね、最初。はい、もしかしたら爪ロボなんちゃうかなと思ってしまったぐらいなんで。まあ壊しボン飛んできてバーっていうのは CG でありますけど、見せなくてもいきなりこうボーンってここで来るじゃないですか、爪が、爪が来て、まあ一応見せましょうよ、見せてゴンって穴が、下が開いて、こう炊いてこう、ゲームとかの世界だと CG でやっていくんで、そういうのも結構多いと思うんですけど、実写の中では使わんだろうっていうネタが多いんですよだからそれ、まあ、ずっと、まあ、こう どういう段階でそれを出すかっていうのは、まあ、特にあるわけじゃないんですけど、なんかで、まあ、いろいろ話聞いてると、こう使えそうな、まあ、なんかネタみたいのがいっぱいあって、でそれをこういろいろ僕の方で探してって、みんなにちょっと見てもらったりとかしたら、まあ、それで行こうみたいなのが結構ありましたね。一つは一回アナログにした方がキリアさんはいいんだなっていう。ああ、それはなんかでも共通点なんかあるかもしれない。途中でデジタルで全部、デジタルで全部仕上げるんではなく、アナログで全部仕上げるんでもなく、どっかでこう交差しているものがやっぱり好きなんじゃないかっていう、ずっとなんかぬくもりがあるものとか手触り感とかっていうことはずっと言ってましたもんね、デザイン上げてる時に。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いよいよですね、本当に迎え祭る人々に怪我してこと始め、7月1日から、クランクインをします。で、まあ、最後まで外っていただけると、9月の5日、クランクアップ予定で、頑張っていきたいと思います。ぜひともこの作品を完成したいと思ってますので、よろしくお願いいたします。今回台本以外にですね、ストーリーボードというものを作らせていただきました。このキャシャーンというのをですね、理解していただくための副読本という形で、このストーリーボードをご理解いただければと思っております。キリア監督と16ヶ月前、去年の2月、たった2人で何の根拠もないままキャシャーンやるぞと、達郎心に行ってから、今こんなにみんな集まってくれて本当嬉しいです。まあ、みんな今までやりたかったことがあると思うんですよ。それをここで試してもらって結構です。それでなんで、ね、こういう仕事やってるのかっていうことをもう一回確認して、やりたかったことをやりましょう。
それで本当に伸び伸びと恐れずにやってください。それで僕のことは監督って呼ばなくていいです。キリアで結構です。で、なんか提案があったりアイディアがあったら、直で僕に言ってもらっても全然結構です。オープンにしたいです、この現場は。それで楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。まあね、もう本当にこれだけの人が集まってくれてるから、はい、あとはオープニングに乗った気分で撮影を楽しみます。ほら、そう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 、ほう、うわ、うわ、はいはいはい、いい、はい、本にも逆に歯がゆいのはあると思うんですよ。分かってるのにできないっていうのって多分あるんですよ、運動しないと。今日の数時間の中で違いは出てるわけですよ、前半と後半。だからそれは今日マンツーマンでやったからっていう部分もあって、もう普通のスタートラインをもっと掘り下げてやったからなんですけど、だからそういうのを繰り返していくしかないやり方としては。でやっぱ根性があってもやっぱり根性できない部分っていうのが運動神経あるんで、すまなかった。僕はジェネレーション的にはこのキャサンっていうのをテレビでやった時に知らないんで、知らないって、まあ、あったんだろうけども見てないんで、全く前提なしでまっさらな気持ちで、監督の子から手渡されたシナリオコンテの中でなんか面白いものを作っていければなっていうふうに思ってます。とてもいい、雰囲気で楽しみです。これからフランクイン弁当です。ぜひ飯めでたいですか。寺尾さんとの最初からのピッとこうやり取りとかかなりこう、ピンと糸が張ってるような状態の、その緊張感はすごく今楽しいですね。監督がものすごく強くイメージを持って、ほぼ監督の頭の中では出来上がってるというか、だからものすごく現場がある緊張感と同時に集中しているというか。はい、まもなく本番行きますのでお静かにお願いします。バイオス異常発生。何があったんですか。次男ちょっと段取りだけやらせてください。はい、ドア閉まります。ドア閉まります。上条将軍、それとも
そんなものはこの世にありはしないのか。カッ。オッケーです。はい。はい。はい、チェックです。脚本を読んだ時点で、自分で、想像してた以上にですね、人間味あふれる役、うん、っていうか、あのみっともないほど、人間だなっていうね、そういう人間のそのどうしようもなさみたいなものはあのポイントポイントで表現してる役だなと思います。コスチュームはやっぱりあのキャッシャーとか着てみたいよね、うん、っていうかポーズっていうか戦ってみたいよね、あれで。いいな。ちょっと羨ましいな。おはようございます。今映画撮ってんだよ。いいよ。これで何ですか、ね、全てが終わったエンディングでこれが流れます。カッ。はい、ケツ入れます。ケツボールド。はい、すいません。 OK。 はい、はい。いや、ここまで行っちゃうと、こっちだって見えちゃうから、はい、トークするときでパンってとか止まってる。はい。こう瞬間的に出るエネルギーみたいなのを後押ししてくれるのはすごく助かりますね、本当に。監督も実際そのお芝居を始めてから役者の感じを見て悩んでらっしゃるところもあるし、だからそこをその僕なりにその目標地点みたいなものをある程度決めて、その中で監督が許容するものっていうんですかね、そこを、うん、なんか見つけていければなって。最終的には何を求めてるか僕もホームで読んでいかないとと思ってはいますけど、ぶっちゃけ。おはようございます。おはようございます。はい、じゃないですか。よろしくお願いします。初日ですよ。初日ですよ。初日だけ。はい、では回してください。はい、回してください。もう何も普通にしてていい。それでこうだ、うん、それでさっき一番最初にねやってた顔が一番良かった。テストの時今上がってるね。何こう引きながらバーッてこうやってこう見てた。臓器移植の研究です。新しい臓器っていうのを作り出して、それを臓器を移植するっていう研究です。それで上条将軍はそれが必要なんですね。その臓器が肝臓あたりがここら辺がそれが欲しい。それ皆さんもそれが欲しい。しかし国家としてはそれがご法度なんですね。しかし裏で手を回して皆さんはそれを欲しがっている、そういう設定です。それで西島さんはなんでこんな興味があるんだろうなということで将軍を見ててください。目の力で俺に従えってこと。用意アクション。親愛なる大アジア連邦共和国の皆さん、悲しいお知らせがあります。将軍っていうあの大滝さんが演じてらっしゃる父親とのこうなんていうんですかね、こう父親を乗り越えようとする息子っていうんで、それがクーデターに発展するんですけども、すごくこう今まで僕がやったことのないようなこうテンションの高い役だったんで、はい、挑戦できるのはすごく嬉しかったですね。わお、すごいよ。もうちょっと詰めますから、いろいろ。痛い。
これはドリーンしなきゃダメでしょ。ドリーンしなきゃっていう。いや別に上映そうなんだよ。はい。よーい、アクション。光月先生、もう少し右へ。はい、そうです。それでお嬢様の肩に手を乗せられて。あ、はい、ようございますね。カッ。はい。髪を押す。話してていいよ。ちょっと恥ずかしい。いいよ。レイちゃん、エイちゃんのこと見て。お話して。落ちます。ご自分でカメラ回してらっしゃるので、顔の位置はこうとか、絵で本当にこう自分の絵の中にその人を入れたいというのがすごく分かりやすいので。で、監督がこう覗いてるっていうのは役者にとっては結構嬉しいんですよね。今までそういう監督さんはいらっしゃらなかったので、違う面白さ発見。カッ。母さんなんだけど、今の時とも恋人のように見えたじゃん。そうね、あの体勢ですからね。いいじゃないですか。いい感じだね。いい感じで。常にもっともっとっていう感じなんですよ。言葉というよりも、もうこの芝居で OK なんですが、もっと何か、もっと何かっていうのが常にあるんですよ。どのシーンでも、私以外の人たちでも。だから常にこう、まだこれだけじゃなくて何か出てくるんじゃないかっていう、それをもう態度だったり、その役者さんに合わせて違う言葉で、アプローチしてるので、私たちもいや、この台本書かれてる以上の何か、もっと何か生まれないかなっていう、なんかそういうセッションができて。これ博士っぽいですよ。そうなんだよ。だからそこが北村美智子優の解釈なんだよね。だから親父と同じになっていっちゃったっていうね。だからさっきもこう手かけるときに一瞬アスマかなって思うんだけど、もう下がってみると違うみたいなね。木が浮く、寄れるのが嫌なんだよ俺。よーい、アクション。極めてそのスチールの写真ってそうじゃないですか。カメラマンが一人でライティングやってアングル決めて、それで撮りながらこう被写体とお話しして、じゃあもうちょっとこうしてください、ああしてくださいって言ってやっていくんで、まあそれにすごい近い感じでありますけどね。だからそれでまあちょっと役者さんでそれに戸惑っちゃう感じはありますけどね。急にセリフ変えちゃったりとか、撮ってる最中にセリフ変えちゃったりとか、撮ってる最中に違う感じでお願いしますとか言っちゃうから、ええって感じになっちゃいますけれども、なんかでも僕はすごくなんか普通な感じでやってるんですけど。やっぱお互いにこう、お互いに悪い人じゃないんだというところを最初の見つめ合うところで分かんないと、やっぱちょっとね、難しい話なんで、なんて言うんでしょう、抽象的な部分もあるし、結構全体的にあまり救いがないじゃないですか。悲しいお話なんで、自分の役というのも原作にも登場するんですけど、原作とは違うまたキャラクターの、気の弱いっていうキャラで、実は撮影に入った
入る瞬間ですかねに本来あったセリフを全部なくすっていう、もともと自分も言い出してたことなんですけど、最初にねセリフなんですけどっていう話を僕が監督にした時になくしましょうっていうすごく意見が一致したんですよね。ほんであもう全く同じことを考えてらしたんだと思って、じゃあなしでってなったんですけども、難しい。それでなんか今の今日のキャラ見てたら、それで言った方が喋んないといけない、喋んないっていうのが逆にいいのかなって感じで、なんで自らハードル上げてしまったんだろうっていう後悔とやりがいとが交錯した。だから初めてです、役作りなんかしたの。僕芝居のお仕事させてもらって、基本的にはしないですから、しないっていうか別にできないんで。セメントじゃないんですね。セメントじゃない、死んじゃうよ。普通に死んじゃうよ。いや、なんかだから固まるのかなと思ってたんですよ、色がセメントみたいな。もしかして天然。よーい、アクション。麻生さんは強いんだねって言われたことですかね。もともとの私がちょっと強い分、まあ、監督がルナは泣き虫でちょっとまあ守ってあげたくなるような女の子なので、こう2人が一緒にいる時に幼馴染っていうそういう感じに見えない、なんでだろうねっていうそういう話し合いをしてたんですけど、私がまあ強いのかっていう話になって、ちょっとじゃあ現場にいる間は少しおとなしくしようかなとか思う。なんかやっぱりそのベースのスーツがベースになってて、その上になんかくっつけて、なんか羽織ってるっていうことおかしいな、そのプラスアルファの布のニュアンスがそれに欲しい。だから、わかりやすく言うと、ローマ帝国の甲冑とマントの組み合わせだったりとか、なんかグラディエーター的なさ、逆にこれくらいのさ、シャア・アズナブルぐらいでいいんじゃないかなと思ってるわけです。はい。悪いが、脳死した老人が世の中を支配する時代は終わったのだ。位置を聞いてくれない？これの位置、これの位置を聞いてもらってくれない？これの位置はどうですか？今下に置いといてください。下に最初置いといて、下にこう置いといて、最初下に、まあ、こうやってらっしゃいますね。こうするそうだ、どう？マッシュ知ってるじゃん。例えば僕なんか舞台ですと楽屋入り早くしてセットの柱に触ったり畳こすってみたり、それから机を撫でてみたり、天井を見たり、そういうとこから実感実感実感というねことが第一主義であったのがね、それが今度はそれが全く、手の触れどころがないでしょ。で今日もさっき監督に聞いたらば、グリーンバックかブルーバックでね、つまりCG でもって合成するとギョッとするんですよ。こんなとこでやったことになるのかなというね、驚きがありますね。ですから、それもなんとなく心細くてね、自分でそのやったという感じがねないんですがね。生乾きの上で今日のグリーンバック撮影、それを取り切ってやるぞって思ったんだけど、やっぱり残ると見てました。残るとやっぱり俺らが悪いって。
まあこうね、こことここのカット同じだから端折って撮ろうという目論見も確かにあったんだけど、やっぱりそれで本当にいいのかっていう疑問の監督の気持ちもわからんでもないんだけど、その間挟みだね、要はね。こんな暗い話ばっかりしててもダメだ。まだまだ夜はこれから。ようこそCasshern room in midnight. いらっしゃい。あ、本当。いけないです。おー。いいじゃん。すごいじゃん。いや何もコメントすることない。枕でございます。枕。このようにして毎日頑張っております。気持ちいいっていうことをさ追求してよ。笑っていくわけよ。結構スピード出してた方がいいですね。いやそれはさ、スピード出した方が風が気持ちいいじゃん。はい、アクション。難しいです。それは難しいですよね。本当に。それは一番難しい。プレーされてるもんね。そうなんです。僕にさっき叱られたもんです。ブレンダーアクション。いい現実的な話がたくさんあるんでね、ちょっと戸惑いましたけどね、まあでも今あのだん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 そういう時代になりつつあるんでね、そういう一つのそういう SF の形を借りてなんか今の世相というか今の若い人たちの在り方というかそういうものに対する警鐘を鳴らしているような、まあそっちはあるけど監督はまだ若いですしね、よくそういうなんていうか僕らのぐらい世の中の酸いも甘いもずっとこう乗り越えてきた人間のような考え方が良くなってるなということも、それが非常に僕はね感動しましてね、カメラも動いてるし一人でも七面八臂の活躍をしてるみたいでね、でもなんか楽しそうにやってますねあの人は。見てて気持ちがいいですよ。とにかく残酷で会ってください。いいですか。はい、もうとにかくやっと考え方こういや兵隊になった成り立て。それで3年ぐらいずっと訓練やってて、それでみんな人を臭くてしょうがない。この物語の中でこの彼女たちが悲惨な状況で殺されたから、あのブライキングボスで後で出てくる悪役の唐沢さんがこう仕返しをしようと思うわけじゃん。
もこっち見ないで。下もこっち見ないで。アップでーす。ハロス。すごいこれ。次の天井に行こうとしてる。だからちょっと。実際にやってることっていうか相当やっぱり多分普通のドラマ作りなんかよりもよっぽどドラマとして作ってるからそういうことが面白いんじゃないかなきっと。だからこれを所詮だからたかだかアニメの実写版だからっていうつもりでやってる人がいないっていうのが面白い。それがどんどんどんこう顔に来た時にパツンって寄って。大人が本気で作ってる感じ。そうそうそう。大の大人が寄ってたみたいな。寄ってた。真面目にやっちゃって。本気だよねこれ。それやっぱり技術スタッフのその力というものを自分の目で見た時にね、これは自分たちが何をどうこう考えて細かいことをやるよりも、もうそれはそこにやっぱり乗っかって、あとは自分にできることを自然にやれば多分大丈夫だと。いう安心感はまあその絵の中にあったからね。さあまで本番参ります。本番。ここから逃げて排水溝を通って上がってきたところがこのプールっていう、でっかい、本当はでっかいんですよ。東京ドームぐらいある、このプールが。それの一部でしかないわけ、ここが。だから下からすごい勢いでパイプを通ってトンネル通って上がってきて、やっと上がってきて、ふわって顔上げた、上げてふーっていろんなとこ見てみると死体の山なわけ。よーい、アクション。培養液に使った時はもうね、やっぱ培養液に入っちゃうんで泥が溶けやすいんで、普段より熱くすっごい塗られるんですよ。ちょっと寒くて外もやっぱ泥塗ると体温が下がってしまって、でまた培養液にもまあぬるめなんですけど、ぐるぐるって震えながら入って、で一回潜んなきゃいけないんですよ。で潜った時にパッて出てアクションしなきゃいけないから何も考えずに行こうとするじゃないですか。そうすると目も開けたままで出るんで、目には入るわ、口にも泥が入るわ、こういうこととかできないじゃないですか。なかなか、うん、すごい大変だったような気がする。あの時は自分はもう人間じゃなくなってました。自我がこう喪失してしまいました。よかった、これやるの一人じゃなくて。何やってるかな。絵コンテ見る限り唐沢さんだけでええんちゃうのって思ってしまったんですよ。どうなんだ。マジかよ。心臓人間たちのあのドロドロのドロドロ模様が楽しかったかなって。まあ笑っちゃいけないんですけどね、みんながこう泥まみれになってるところでなんて声をかけていいのか分からなかったっていうのが正直なところですけどね。206って相当やばいわけですよ。とにかく全排除っていう指令なんですね、うん、なんでやっぱ自分たちがぶつ切りにしたやつらが生き返って帰ってきてる、もしかしたら仕返されるかもしれないぐらいの。206だ。206だ。
開けろ。おい、もしもし、おい、はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まさか俺を一人にはしないだろうけどな。お疲れ様。帰るんじゃねえかよ、お前。こんなちょっと来てて、ここらへん。で、あそこが3つ全部開けます。バーンっつって。15人ぐらい兵隊がバーッて撃ちながら入ってくるから。それで3分。今、ちょっと待ってます。はい。オッケー、はい、ありがとうございます。背中が凝るね、これ。アクション。パパッと取っちゃえばもう。ちょっと待っていていい？はい。いやでも毎日がね、ヘビーでしょ、この撮影ね。いや、疲れてるけど、自分でこう手持ちで回してたから、それが重たくて。手持ち使いますよね。使いますよ。こういうの体中につけてこうやってやってたから。あの例の。そうそうそう。ちょっとこれ、これあんま美味しいものだ、これ食べながらちょっと待ちとこうですね。今日すんごいいい天気だね。いやいや、さっきあっちで虹が出てたんだよ。あ、そう。あっちあっち。もう本当にね、まあ、監督とのキリキリとのこうセンスというか、どっかこうおこがましいようですけれども、こうちょっと相通ずるものがあるなと思っていまして、やっぱこうワンシーンワンシーン、ワンカットワンカット、こうカットがかかるたびに、監督に喜んでもらってね、素晴らしい、ミッチーは素晴らしいっていう、結構こう興奮気味に言ってくれて、僕もこう褒められて伸びるタイプなんで、よーい、アクション。何をしている、正気に戻れ、アズマ。おじさま、やめて。哲也君は死んだんだ。いいよ。タオルは？そうなんだけど、あ、ごめんなさい。よい。OK です。はい、ありがとうございます。はい、カット。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫、 OK。 すいません、ちょっとね、さっきの一連のやつちょっとなかったんだけど、そこから引きずられていくところで、やめてくれっていうの、ここの、はい、ちょっと付け加えていいですか。はい、それをいわゆる坂本は言わせたいわけですよね。
この後ちょっとその坂本の表情も撮らせて。はい。よーい。アクション。やめてくれ。やめてくれ。カッ。はい。はい。はい。アクション。すいません。全然。で。5678ビシッ。はい、あ、モニター見てきた方がいいかも。はい、うわ、降りた、うわ、金沢さんって感じみたいな。そう、はい、じゃあ本人入ってもらいますよ。だけど今のギャッてなるとスーパー大客観から超アップに行きすぎかなって。スーパー大客観はまあ、そうそう彼でモーションキャプチャーでバーッと走って空中カットもありました。その後で飛ぶところから使うんでしょ。もうそうですね、浮いたもうとこから使うんです。はい、ちょっとやってごらんぞ。テスト。うわぁ、危ねえんじゃねえかこれ。割れたやつ使います。はい、次バキって言っただろ。はい、用意アクション。危ねえんじゃねえか。用意アクション。これ、すみません、どういうとこ走ってるんですか。今頃すみません。いやいや、僕も説明して、町を走ってます。だから、保健所抜けて、今郊外に向かってるって感じで考えて、それで人とか死んでたりするんですか。うん、そういうことね。もう、ちょっと今ね、後でそこのシーンに行くんだけど、はい、人がいなくなってる、廃墟の町みたいなところを走ってると思ってください、はい、アクション。ブライキングボスの城のね、寝室の白鳥のベッドがあるんですけど、まあ、これは原作のね、アニメではお母さんがこう白鳥の中にこう閉じ込められたみたいなことになりますけど、まあ、今回の映画ではそういう方向性でなく見せたいということで、まあ、白鳥のベッドにお母さんが寝かされてるみたいにしようと。ですから相当その元のロボットの白鳥のインパクトって強いですから、
それを見た人たちが、昔のやつ見てくれてた人たちが納得できるような白鳥のベッドにしなきゃいけないと思っててましたので、まあ、かなりあのデザイン的には、まあ、割と早くは決まったんですけど、ちょっと怖い感じの白鳥にしようと。やるほどですね、あの母性愛が強くて、あの監督からはもうマリア様のような、菩薩のようなあの人でいてくださいと言われ続けるうちに、私もこの役はなんて優しくて、で人を絶対差別しない、で人とその心臓人間っていうその区別さえも取り払ってしまうような、すごくこう愛情深いあの役なので、あのとっても面白いですね。よーアクション。我々は生きている、うん、まあ途中でそれを思い出して悪人の顔になってほしいの、僕は皆殺しにする。しっかりしろ、しっかりしろ、しっかりしろ、バラシもっとテンパって、テンパって、テンパって、よーい、アクション。めちゃくちゃかわいそうな人間なんですね。本当に好きな人を殺されてしまって、その恨みをずっと胸の中に抱えてて、その殺したやつにパチって出会った時の、普通に考えて人間って多分切れますよね。もうてめえってなりますよね。まさにそういう人生なんですよね、バラシンって。それでそいつにかかってって切られて死んでしまう、そのなんか矛盾さが、まあ、僕は大好きですけどね、そういうバラシン。明日からの格闘が山だろうね。大変だと思うけどね。伊勢も気合入ってるしね、キャシャンもね。勝負ですよ、ぶちのめしますよ。で後ろでフラッシュしながらこれだけ CG 使って、これだけセット使って作られた世界観の中でやってて、じゃあ何がエキサイティングなのかって言って、やっぱり人間の部分だと思うんですよ。それはきちんとしたね器があって、その中で何をするのかっていう話で、やっぱりエモーショナルであってほしいし、はみ出すぐらいのエネルギーが欲しいっていうのは非常に僕は思うところで、やっぱりあの綺麗なものはいくらでも作れちゃうし、かっこいいものはいくらでも作れちゃうんですけれども、それ以上のもの、あとあの唐沢さんのクロスカウンターパンチのところがもうそうなんだけども、いきなりそこでセリフ入っちゃうみたいな感じっていうのは、僕はすごい好きなやり方で、そうあるべきだと思う。あと1ヶ月残ってるとか信じられません。こんなに撮っているのにまだ1ヶ月も残っている、まだ半分残っている。もう毎日追い立てられるようにやっているので、もうなんか立ち止まるって考えるなんかあれがないなっていうね。だからまあそのまあ取りこぼしがないようにっていうのがもう本当に一番の恐怖であり、またねやってる最中からどん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 やっぱりその最終形が変化していってるんですよ。それで当初よりももっと複雑な展開になってきちゃってるんで、見たすべてを見たというすべてに変えます。混乱させてばっかり現場を、気が変わるんですよ。またあとそれあとカメラが動けないっていうのが多いですね、グリーンバックだから。だからそのフィックスでどん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 やっていかなきゃいけないっていうところもまあ大変な
ところの一つですかね。2,30 メートルぐらい下にもう死体がブヨブヨしてると思ってください。こんばん83-3。クロマキーでそのグリーンバックでこう目に見えないものを想像しながら芝居をする、その辺のこう目のやり場というかね、うん、それはちょっと、考えながらやったかな、うん、そういうところは本当に想像力というものが俳優には必要、もちろん分かってはいたことですが、よりその辺が大事なんだなって思いますね、うん、ブラッククロウ違うかな。あ、違う、違うよ。髪下げ、髪下げでいいね。はい、そこそこそこ、はい、それでバッチリ。そこで止め。ハイテク映画なのにすごいアナログなんだよね。用意。あ、なんかこんな感じじゃないかな。じゃじゃん。重い重い風だ。じゃじゃん。これ何、後ろで煙が上がってるのこれ。すごいね、この食用いいんじゃないこれで。うん。このエキサイティングな話じゃん。もうやめて。か、もう一回。もっと そのテンションのためにもっと、もっと深刻に、もっと切実に。もう、世界のみんな戦争やめてってことだから。そんな感じでお願いします。はい、待ってますか？待ってます。はい、AKM トラック6。こんばんは。用意。アクション。もうやめて。もう十分でしょ？あなたから見れば。彼らは心臓人間と呼ばれる存在かもしれない。でも、心は人間なんです。か、いい絞るところだ。基本的に。本当に心臓人間のこと思ってほしい。アクボーンのこととかさ、みんな死んでっちゃったわけじゃん。こんばんは。用意、アクション。もうやめて。もう十分でしょ。あなたから見れば、彼らは心臓人間と呼ばれる存在かもしれない。でも、心は人間なんです。カッ。はい、シルボールド。オッケー。はい。とにかくこうすごくね、あの現場の雰囲気もいいし、変なプレッシャーが全然ないんですよね。なんかこう失敗を全然恐れる必要がないっていう、それはキリア監督のそのキャラクターもあると思うんですけど、何回失敗してもあ大丈夫だからっていうのを今まで見てきてたんで、だからすごくあの自然に入れました。はい、チェック OK だったらシーン148のカット1という、もう一つ唐沢さんの風よけドバス点を使って、ドバス点を使った半分来まして、あと半分弱あります。まだ撮るのかって言われるかもしれないけれども、怪我がないように熱くなりますけれども、ちょっと楽しくいきましょう。じゃあ、お疲れ様。お疲れ様。乾杯。乾杯。イエーイ。はい、チェックです。最高のエネルギーです。後半戦頑張ります。ハッピーバースデートゥーユさんが来ますね。明日本当に来るんですか。明日13時に佐々川博さんが、くれぐれもサインもらわないように。あー、握手してもらおう。もう絶対もらう。初めて聞いた時にはできるのかなということが一番の私の印象って言いますか、大変だろうなという、まあアニメとは違ったね、大変さが実際やったらあるんだろうなと、いろいろ話を聞いたり、
見学させてもらったり撮影風景をですね、その辺からああなるほどというようなね、これは楽しみだという感覚になってきてましたね。ええ、誰か一人が幸せになってそれで終わりじゃダメだと言ってるんだ。どうせ生き返る。最後のそこを、知っているか踏まえてもう打っちゃうじゃん。打っちゃって倒れた、それでどうせ生き返る。それでそこに東博士が入ってくる。で親父だよな、で親父が向こうに行こうって呼び止めて、変わった徹夜として何かを言わなきゃいけないわけじゃん。でここのベクトルがさ、もっと切実にこう思うんだよっていうことを、うん、そうじゃない、誰か一人が幸せになってそれで終わりじゃダメだって言ってるんだ。人を愛することがどういうことなのか知ってるか。そうだよ、頑張ってない？これ超頑張ってます。どうなんだろう俺。カットカット、ごめんごめん、一応終わり。あのさ、あなんていうかな、怒ってんだけど泣いた後のいろいろ考えることがいっぱいあるじゃん、世の中に対して。それを考えててください。その痛いバージョンで。セリフ言いながら痛くていい。そう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 。それをこらえながらセリフを言うっていう感じってできる。剥がされちゃう。ね、これで。その時目は今になってそれで。なんか声を出したくないわけ。はい。もういろんなスタッフに囲まれてどっちカメラをどっちに向ければいいの状態で、そうですね、セットはね筒1個しかないですよね。戦車と一番上の、ね、そう確かに、うん、方向は分かんなくなるんですよね、うん、もう360度全部グリーンだから今役者さんはどっちに向いて誰と話してんだみたいな感じで、うん、今詰めろ棒に向いてんのかそれともルナに向いてんのかっつって、うん、そこは混乱して現場でもねやっぱりこう照明さん、カメラマンさん、監督も全員思い思いで今こっち向いてるのはルナだろうっつって月があるのもこっちだろうとかっつっていやこっちだこっちだっつってずっとやってましたね。やってたね。それで最後には、ね、うん、俺現場でこれ把握してるの誰よ、野崎ちゃんじゃないのっつって俺が怒られたりとかして、うん、だからそこでもやっぱりね、キリアさんにしてもみんなこう気持ちをねこう集めて、多分このぐらいすごいシーンになるはずだっていうね、役者さんもみんなそういう気持ちで多分向かっていたと思うんで、いや一気に行きましょう。一気に行ってそれ多分2回やってもらわなきゃいけないから、スタートして帰って。モロさん、はい、役者も大変だけどカメラマンも大変だったりするんですよ。Yeah.
している。何でこんな早くするの？何でこんな早くやる？お疲れ様でした。ウィス。ごめんなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。だからそのさ、ボディースーツ着たみたいのもあるけど、そういうのを破壊したいのね。のイメージを、そうそうそう、美しいっていうさ、ポスターにしたいじゃん。で、はい、だからまあ今回ミスが許されませんからね。あの1日も取りこぼせないし、ちょっとでもあの押しちゃうともうそれでアウトになっちゃう、ギリギリのラインでやってますから厳しい。問題になるのがその最終形が見えないっていうところの問題になっちゃうわけですね。それ結局僕にしか分かってないことであって、口では説明して絵も描いたりいろんなことで説明はするんですけども、やっぱり最終形は見えないんですよ。なぜなら僕でさえ見えてないところがあって、それはまあ、いろんな普通の理屈で考えたら、なんでこんなことやんなきゃいけないのとか、これさっき撮ったじゃんとか、これがどう辻褄が合っていくのかっていう質問とか、まあ、いろんなことが理屈で考えると出てくるんだけれども、結局それを超越したところに最終的に持っていきたいっていうのがあるから、だからまあ今回すごい完璧な絵コンテ作りましたけれども、それが果たしてそれは絵コンテを完璧に撮ったからといってそれが面白いのかっていうと、そうではないと思うんです。やっぱりそれを下地にしてそれ以上のところに持っていかないと、結局そのなんていうのかな、やっぱり危ういバランスの上で成り立っているエネルギーっていうんですかね、そういうものが発生しないわけですよね。はい、よーい、アクション。カナオ君大丈夫？カナオ君大丈夫？カット！ちょっと見せて今の。大丈夫？そこでカメラがピタッと詰まったらニヤって笑って、それで立ち上がった。かっこいい盾じゃなくて、もう喧嘩でいいからって監督さんにご指示いただいたときに、僕もそう今そう感じました。出なかった道だ。Casshernがやらねば誰がやる。その後にね、ロボットの対戦もあるもんね。はしご登ったりとかさ。すごいな。なんかトライアスロンの気分です。まあいいからいいから。後になったらね、笑えるよ。集中力切りやすくなるんですよ、このスーツ着るとボーっとしてくるし。なんで、セリフも生半可に覚えていくと本当にあれどこ行ったんだってことになるんで、ね、それは一個一個ちゃんと予習をして、なるべく現場で皆さんの足を引っ張らないようにしながらも、気合だけはそこかよ結局みたいなとこなんですけど。お前ら全員皆殺しにしてやるわ。うわ、そうですね、撮影1ヶ月、8月の頭では早かったですけどね、
今やっぱりみんな、僕もそうなんですけど、疲れが溜まってきてるので、やっぱ結構長いなっていう後半の課題ですか。とりあえずもう今作り込んでるね、光月の研究所をね、予定通りきっちり出来上がればいいんですけど、まあこの雨もあっていろいろちょっと遅れているので、ちょっとドキドキしながら。キャシャンが誕生してくるにあたって、キャシャン白いですから、まあ赤い中で誕生させたかったんですね。真っ赤の中に白いキャシャンっていうのが、はい、やりたかったので。気が狂ってるから。よーい、アクション。不器用な部分もありましたけどね、伝え方とかね、もっととかね、初恋のなんたらかんたらの感じでとかの時の表情みたいなね、口下手なんかな、弱からん感じでしたけどね、それみんな言ってましたけど、途中からそこが面白くなってきてましたけどね。まあまあね、何を置いてもまああの映像を見せられたらむしゃないなと思いながら、こう来てガッて見る、うん、こう来たら何でやってくれる、うん、もう反射神経で受け止めちゃったって、うんってなってる。噛みついた、うん、たっぷりってねじ上げてキャッチしました。ゴーさあ、いいね、うまいね、いいね、かっこいいね。ボキッていく感じっていうのが結構もっと静かにずっと立った方がいいじゃないですかね、うんうん、今なんかちゃんと構えて切りますよって顔してるから、うん、そこにかかってるわけ、もうここに全てが乗っかってるから、それが段取りっぽく見えちゃうともうダメなんだ。ある種の神といいますか、全部を知っている、筋書きを知っている存在。難しいのはそのお父さんの方が原因なんですよ。逆にもうシンプルに息子が原因となって帰ってきたって思われた方が分かりやすいと思います。ただそれを逆転してるだけの話なんで。
はい、よーい、アクション。はい、カット。カット。ただ、まあ本人もやるっていうか。だから今日のカットもグリーンバックで撮らせてもらって表情のとこだけ、それで後ろ合成で。ああ、結構悔しいだろうな。まあね、常識外れのことをしようとすると常識外れの苦労が襲ってくるもんですよ、本当に。早く治ってくれっていうのを祈るだけです。まあ、一番悔しいのは彼でしょうから。髪がいっぱいあるから分かんない。ごめんね、アブちゃん。矢野さん来て受けてるからないわけだ。矢野さん、3日間待ったセリフは大丈夫です。はい、ごめん ね、セリフがなくなってしまいました。あ、テストだって。一応、扇風機の音聞いとこうかな。シャーメットが壊れちゃいました。かなり今有機的なところに行ってるなっていうのは思うんですね。当初思っていたような、もうちょっと単純明快な、単純明快でおかしいな、こうパラ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 っていくような感じのことで想定していたんですが、今撮り始めてこうやって行った時に非常にこう複雑にレイヤーが重なっていく感じでね、今構築、僕の頭の中で構築され始めてて、まあそういうふうにも撮ってますし、だからそれをやるのは相当編集大変だなっていうね感じですよね。僕今までドミノ倒しって作ってたんですけれども、次から次にこう展開がしていくっていうことなんだけど、今回それが同軸でいくつかドミノ倒しがこう一緒に進んでいくみたいなことに今展開になってて、それをねこうやっていく上で非常にこう難しいなっていうのがね。だからそれいくつもストーリーが進むんじゃなくて、そのなんか異次元の話がこうレイアウトして入っていってるので、今日から B 班いよいよ始動入りました。謎の B 班、A 班に関係なく勝手にカットを取っております。ウィス振り回し、ここで腕で押す。
違うペン。何しても。せーの、1、2、3、4、5、いや、はいはい、あ、うん、6。お帰り。大丈夫です、大丈夫です。お前さん何を大丈夫やね。大丈夫なわけないっちゅうね。そうね。ちょっと前に行こうとして。ガチャってつけて、こぼうとしたら、貴様らみんな皆殺しだって声聞こえるんで、さっき監督に言った。準備 OK かな。そんな笑って、その笑いいね。はい、お待たせ、すみません。はい、行きましょう。あ、本番。よーい、アクション。ちょっと待っててね。監督すごく粘り強いですしね、とてもあの同じ芝居とかアクションを何回もね、いろんな角度から撮ってくれました。すごく鍛えられましたしね、変な言い方するあれですけど、なんかすごい勉強になったんです。あ、こういう撮り方もあんだいうかね。だからなんかこう編集であれこの素材足んないなっていうのは多分ないぐらい、贅沢に豊富に結構いろんな角度から撮ってましたから、すごく逆にすごく出来上がりすごく楽しみだなっていうのが ありましたけどね、はい、いや、あらへん見てるともうヘビーでね、重いもう人がドタバタ死んでバンバン死んじゃうし、うん、よく考えたら登場人物全員死んでるんだもん。そうだよね。一人のものだよね。発生感としていいもうちょっと、あと 2日ですよ、明日と明後日ですよ。長かったけれども、まあ、こっから先があと6ヶ月あるから。ああ、そうね。そっからはもうだって、孤独な戦いなんじゃない。孤独な。いや、まあそれにもね、何十人って関わるから、ね、うん、CG チームとかと一緒に、うん。それでね、やっていかなきゃいけないけれどもね。楽しみだな。本当出来上がるの楽しみ。はい、はい、ね。早かっ、大きい、疲れるだろう、これは。ありがとうございます。お疲れ様。終わり、取れた。ありがとうございます。ありがとう。自己啓発セミナーみたいな。あの夕日のカットは非常に僕も最初からこだわっていたところで、やっぱりあのシーンでね、内藤が救われるといいなっていうのが非常にあって、なんかある意味その今日撮った、ここまで撮ったものをこう美しいもので成仏させなきゃいけないっていうんですかね、なんかそういう、あ、そういうことなんだっていうのが数日前私は分かりました。次何やる。次は変身して。アクション。
予選の最後のメインイベントですよ。ミニチュア最高ですよね。ここがもうマットと実写と合成される。はいはい。ですよ、皆さん、あ、そっちも来てください。本番。用意、アクション。はい、カット。もう一回カメラ。俺はもう人間じゃないんだよ。私には哲也しかいないのよ。1700 それくらいのことをやったんです。それまあ CG とか含めてないです。それで僕が言いたかったのは非常に高いハードルを設定してそれを飛び越えなきゃいけなかったっていうことです。大変な撮影でした。まあこれから6ヶ月 CG 班も含めて編集していきますけれども、本当にこれ約束します。歴史に残る作品にします。いや泣いてばっかりだからですもんね。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆殺しにする。
後はやっぱり情熱なんだなと思うんですよね。だから何がどうあって細かいことはどうでもいいじゃないですか。例えばね、うるさいこといろんなこと人から言われても結局大事なのは自分がそれがどれだけ好きであったりどれだけ情熱を持ってそれにやれるか、そのやりすぎない程度にね、やりすぎちゃうと現実逃避になっちゃいますからだからそれはいい程度にちゃんとその頃合いが分かってる、その情熱はちゃんと持ってる人で、でもこれって一番大事ですよね、ものを作るときにね。大体行き過ぎちゃうか怠けるかどっちかだから本当に、うん、名前は出せませんけどね、何が苦労するっていうと素材作りと編集作業が常に同列じゃないと、もう監督自身もできないっていうし、その僕たち自身もその編集の中身を見ながらもの作ってるところもあったりとかして、もうお互いがその同列で進んでるから、編集してるところに新しい素材が来てやっぱここに入れたくなってきた、で編集がまた変わって、じゃあまたこの編集になるとこういう素材が今度作りたくなってきたっていう感じで、お互いがそのお互いのその作ってるものを見ながら、まあだから逆に言うとね、すごいプレッシャーですよ。プレッシャーだったでしょ。これさっき見てちょっとダメだなって思うところは、なんか編集を変えてるんですね。これだけいろんないいデザインの情報量が全部こう集約されて、これをいざじゃあつって、まあ木村さんもいろあの合成の方一緒にみんなでやってもらって、これが合成失敗してね、したらもう全部まあプラスアルファエフェクト足して雰囲気作りさせてってやるところで壊しちゃうともうどうしようもないなと思っちゃうし、こっちの方に入れる方がかっこいいからつって全然違うシーンで。そのカットを挿入されたりとかして、いや、そういうことなの。いいですけど、今入ってるやつってすごい仮のやつですよ。あ、これ完成じゃないの。これ全然完成じゃないです。あ、そう。常に監督とは殴り合いみたいな形ですよね、そういう意味ではね。ここだったらここのつもりでもう少しなんか調整したのにみたいなところもあったりとか、うんうんうん、でも桐谷さんは結構大胆に色変えちゃうから、うんうん、でそれでやっぱり繋いでいくとどうしてもバランスっていうのが、も元の色とかはあんまり関係ないもんね。ああそうそう、元は変わっちゃいます、うん、だから色を極端に変えてもいいっていう作り方なんで、繋いだ時点でやっぱり バランス悪くなるとどうしても根本的に色を変えなきゃいけなくなっちゃうっていう、うん、でも逆に言うと繋がないとわからないんですよねっていう。だからそうするとやっぱ戻るところがいい、うんうん、そう、絶対フィードバックせざるを得ないですよね。そう、常にフィードバックしてたね。本当だから一月ごとに試写会してたんだけど、一、うん、月ごとに作品がまるで違う作品になってましたね。シーンの順番もかなり入れ替えたりしてましたもんね、うん、監督も分かんなくなっちゃう時もありましたよね、やっぱり、うん、締め切りが本当に過ぎているので、また作り変えたりとかしてもう終わんねえんですもん、やん本編の方終わらせないとね、怒られちゃうからですが、もう怒られてるんですけど全部合わせて2秒ぐらい削る。これは収録した後でも動いてんだろ、もう諦めてんの彼らは。変わって出てくると思って、もう変わってるもんな。なんでこんな軽い練習してたんだろうなっていうさ今思ったんだよ、なんでここをこんな軽くしちゃったのかなっていうさ。まあ、多分だからそういう意味で言うと 4ヶ月も普通編集でいじることって多分ないとは思うんですけど、だからその間のいろんなところで多分もうハマっちゃってた時はいっぱいあったでしょうね。いっぱいあったんだろうね。多分やっぱりね、家でこうね、こうほとんどパンツ一丁でこうじーっと映画を見てた自分みたいなところにまた本当の自分って別にね
一人だからわけだから、そこにたどり着くまで何回も何回もやっては、あこれも嘘これも嘘ってやりながら削り出していってたのかなって気もしますけどね、見てて。昨日はですね、朝の8時までやってたのかな、朝は昼までやってたんでしょ。で昨日ね、昨日全部終わらせるはずだったんですけど、急遽いろんなシーンを考えついちゃって作ってもらったりとかしてたから、それがね、CG でこういうもの作り始めると撮り終わってもいろんなシーン作れちゃうでしょ。なんかそれがね、難しいところです。あとアフレコでセリフ変えちゃったりとかしますから、戦争の果て、来てこないといけないわけじゃん、これが。ちょっとさ、来てたでしょ、これが、こう、シュワッと、なんだこれは、何が出たんだって感じでさ、キョーッと。社長どう思う？ちょっとやってみますか、うん、なんかちょっとすごくスムースすぎるんだよ、うん、なんかそれだったらさ、突き刺さってなんか針みたいに見えちゃうんだよ。こっちはもうとにかくそれに付き合ってるわけだから、またそこでもね、うん、俺らって一体何からこの映画始めたんだっけって、うん、それをやめてやめて、あ、やめて、あそこにエフェクト入ると絶対冷めるって、ここにこう来るわけじゃん。そうですね、でもそれはやりたくないんだよ。やっちゃうともうすごい寒いものになっちゃう。エフェクトっぽいな、ちょっとこう線でさ、繊細な雲の糸のようにね、芥川龍之介な感じでこう入ってしまうと嬉しいんですよね。こういう出会いがあって、この ミラクルな状況でね、これだけのスタッフとこれだけね、もう役者さんとものすごい抱え込んでる、やっぱ桐谷さんも抱え込んでるんだろうなって思うと同情もするんですけど、やっぱ冷たくもしないといけないなっていうんで、やっぱりスケジュールの方は本当にもうこれを上げることすら奇跡だなって思ってたんで、ね、ちょっと見えてきた瞬間なんかは、あもしかして終わるかもって、いや終わんなきゃダメなんだけど、約1年間やらせていただいたんですが、何度か家庭崩壊の危機などもありましたが、無事に、乗り越え、なんとかかんとか、今日まで、来ました。一番思うところは、どんなことでも終わるんだなというのを今一番実感しています。本当にありがとうございました。だから基本的にこの世界というのもコンピューターとかマイクロチップとかない世界で、あると思います。蒸気的なところで走ってるとかさ。ピアノもらっていいですか。ゲイさん明日アンプ来ますよ。あの手配されて13時にだから引き直すの全部でね、やっぱイントロをね、もうちょっと考えない、考えたい、これちょっとスタートレックっぽい、スタートレックっぽい、宇宙っぽいって言われる。ごめんね、ここはいいっすけど、ほんと最初なんて小説ぐらい、じゃあ音色だって。最近あのコンピューターばっかりじゃない？これ力仕事久しぶりだから。ロボが爆発するとこ、機械ロボが、はい、そこでキーン、グーってなってるから、うん、そのキーンっていうのを取ってください、うん、はい、それで、それがあれだよね、あのてちゃんの声と声は今なしになってますよね、うん、今なしです。だからそれをいつものこうリバース戦法でこうシューっていって、うん、ブンっていうところにこう集約してください、こう1秒いってこい。
戻し、前企画がスタートし、ついこの間完成いたしました。非常に大変な難産の末に生まれた子供です。ここにいらっしゃるキャストの方々をはじめスタッフの皆で本当に死に物狂いになって作った作品です。今日こういう形で皆さんにお見せできることを光栄に思います。こんなのもう彼氏彼女も見せたことないって言うからねみたいな、ミーっと言ってください。ラストいきますよ。はい、おい。